本日東京は雨です。ご覧ください、この東京駅丸の内駅舎の目の前のこの広場、首都の玄関にあるまじき水はけの悪さ。もうみんなここでね、水たまりの中に突っ込むということを毎度やっております。 JR 東日本の東京駅に来ておりまして、今日はね仕事があって、まあ、この辺をうろうろしてるんですが、まあ、それもまたね仕事にあるまじき学ランを着て仕事してるんですけども、まあ、別にそれは私の勝手な問題はありません。朝からね何も食べてなくてね、お腹は減ってるわけ、お腹が減って午後は秋になりました。減ってしょうがないから何か食べたいなと思うんですけども、何を食べるかな、がっつりしたものを食おう。東京駅の中に牛タン屋さんがあります。あ、じゃあそこで食べていこうかなと思ったんですが、まあ、せっかく午後が空いてるんでね、仙台まで行って牛タンを食べてこようと思います。仙台行って牛タンを食べて帰るだけの旅行でございます。こんにちは。すいません、小町号の、普通車で仙台までなるべく空いてるところがいいですね。緑の窓口で空いている席を探してもらいました。16号車という結構端っこの歩いていかなければならない遠いところになりました。ガラガラになっているところを選ぶ必要があるのはもちろん感染対策というのもそうですが、それ以外に車内でお弁当を食べるからです。もちろん牛タン弁当、いろんなお弁当を売っている駅弁や祭りで小林の牛タン弁当を購入します。弁当を買ってきまして、発車まであと4分、もうすぐ新幹線の改札の目の前まで来ていますが、でも普通は急ぎますよね。でもちょっとね急ぐわけにはいかないんですよ。発車4分前だったらまず先にこれを引き抜いておかないといけないな。紐を引っ張る弁当、最後まで全部よいしょ引き抜きます。カメラを片手に持っているからちょっと見苦しい映像ですが、よし抜けたぞ。ものすごい振動、下からグツ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 という音もしています。あ、使ってきた、ちょっとまずいまずい、一旦ここに置こう。あ、熱い。弁当の角から湯気が出てきているんですが、わかりますでしょうかね、この辺ですよ。ちょっとわかんないかな。紐を引っ張ると石灰の機能で温めてくれる弁当です。お弁当の準備を始めまして、発車まであと3分、ここで自動改札を通ります。まあ慣れていれば3分前に自動改札通りは全く問題ないと思います。そしてエスカレーターをいそいそと上り、まあ、あまりエスカレーターはこういう風に歩かない方がいいですね。 JR では手すりに捕まるようにと推奨しているぐらいですから、14号車から乗り込んで車内を移動して16号車に向かいます。やっぱり温めるお弁当を車内で食べるときって周りのお客さんがいると匂いがね気になる人いるんじゃないかなと思うんで、私も一応それを気をつけて空いているところを選んだわけです。さあお弁当の温めからだいたい 5,6 分ぐらいが経過しています。これがポイントなんですよ。いくら紐を引っ張って温める弁当といってもやはり温まるまでには 5,6 分かかります。今日はお腹が空いています。そんな時に新幹線の車両に落ち着いてから紐を引っ張って、そして温めるまで 5,6 分を待つというのはかなり辛いことです。だから温めを始めるのはもう新幹線の改札を通る前、車内に座ったらもうすぐに弁当が食べられるようにと私が準備をしておいたのでした。お弁当の下にこんな風なものがあります。30分ほど熱にうんぬんとかいろいろ書いてありますけども、まあ、これいろいろ説明書きありますが、簡単に言えば石灰が入っておりまして、で紐を引っ張ると水と石灰が混ざって、そして反応によって熱が生じるという仕組みのものです。いろいろ注意書きが書いてあります。最後まで紐を引き抜いてください。そうなんですよ、最後まで紐を引き抜かないとね、水が十分に石灰のところまで行き渡らなくて残っちゃったりして、加熱が不十分になってお弁当がよく温まらないということがあります。だからちゃんと引き抜く必要があります。そしてもう一つの注意、必ずそのまま 5,6 分待ってから熱々を召し上がりください。そう、この 5,6 分待つということがさっきも言いましたが非常に重要なのです。下の蒸気が上に充満して、それでお弁当が温まるという線もあるわけですが、それがね 5,6 分待たないでお弁当を開けてしまうとキャンセルされてしまうわけです。要するに、まあ、ご飯を蒸らしている途中で蓋を取るとまずくなるのとも同じようなもので、せっかく蒸気が出てお弁当が温まっているその最中にわざわざ自分で蒸気を抜いてしまったら弁当が温まらなくなります。私もね高校生の時に我慢できなくて2分ぐらいでお弁当を温めて、確かソースカツ弁当福井の駅弁でしたけどね、それで温まりが十分じゃない時に開けちゃったことあるんですよ。もう二度と温まりませんでしたね、あれは悔しかった。そういうわけでちゃんと 5,6 分待つ必要がある。でも待つのは辛いじゃないですか。だから新幹線の発車のもう5分前とか乗り込む5分前とかそういう時に紐を引っ張って温めるのです。さて新幹線は今宇都宮駅を過ぎまして、時速300キロを超えて加速を続けているところです。ものすごいスピードで仙台牛タンの都まで連れて行ってくれます。さらに315キロぐらいまで速度を上げていました。私もお弁当を食べ終わりましたので新幹線のこの座席にもたれゴロゴロ、もう疲れましたんでちょっとの休憩です。今通過する駅は福島駅。ちなみに私昔ね牛タン弁当を売店で売るというバイトしてたんですけども、紐を引っ張ったりとかも、ね、あのお客さんにね案内してたんですけど、バイトのおばさんからね、やけどにご注意くださいねって私がそういう風に売るときにお客さんに言ったらば、やけどにご注意くださいなんてあなたそういう言い方お客さんに対してないんじゃないのみたいな風に怒られたことなんですけど、何が悪かったのか分かんないですね。やけどにご注意くださいってどこか失礼になったのかなと今でも思います。
さて、そんなことを思っていて仙台に到着しました。仙台までは一瞬、東京からわずか1時間30分でした。まあ、これを一瞬と思うかどうか人それぞれですが、こんなに早く移動できるなんてすごいじゃないですか。1時間半ですよ。ぼーっとしてたらすぐ行っちゃいますからね。さて、仙台駅では地下鉄に乗り換えますが、仙台市営地下鉄で私は乗ったことがなくてですね、地下鉄乗り場がどこなのか、この鉄道オタクの私でも探すのが難しかったんですが、まあ、なんとか見つけました。仙台に慣れてる人だったら別になんちゅうことはないんでしょうけどね、4両という短い編成でしたが、立派な地下鉄がやってきております。これでわずか2駅だけ乗りました。まあ、本当は歩いてもいいなと思ったんですけど、ちょっと思ったより仙台が寒かったんでしょうがないから地下鉄で2駅なんか日本で一番高い地下鉄とか言われていた時もあったようですね。さあ、もうさっきのお弁当、牛タン弁当、実はご飯とか牛タンがそれほどね、さっきの弁当が多くないんですよ。だから、まあ、簡単な腹ごしらえぐらいで、もうすでにお腹は減っております。牛さん、牛タン、まあ、待ちわびております。だって仙台市役所とか、宮城県庁とか、それからここは三越、そういったものが並ぶような仙台の中心部分に今やってきました。繁華街っていう感じですよね。奥も多分観光省かなんかでしょう。その歓楽街の中にうまみ助けと書いてあるお店があります。いろいろすごい筆文字の説明書きがありますよ。右の方から読んでみましょうか。おなじみ明代仙台牛タン、ここに生きている秘伝の塩味、炭焼き自信、そしてこちら他店の追従は許さぬ老舗の味。そう、これがね、牛タンの一つの発祥でもあります。牛タン焼きというのはこの仙台発祥であり、またこの味の助け、これが仙台で牛タンを焼いて食べるというのを考案した最初のお店なんですけども、じゃあさっきのお店のすぐ並びに本店がありますので、私は本店に行って食べます。写真も撮っていいですか。撮らせていただきました。こんなねすごい雰囲気のある良さそうなお店ですよ。ここで牛タン定食、確か2000円と2300円だったと思うんですが、私は2300円を頼みました。2代目の社長さんが、この手前にある、これすごいですよね、ケーキみたいになってこんないっぱい牛タンが馴染めてましたけど、これを取って炭火で焼いてくださいます。2300円だと4枚の牛タンができます。4枚というとなんか少ないような気がするかもしれませんが、かなりの厚切りです。そして先に出てきたのは麦ご飯とテールスープ。今から食べるのは牛タン定食というものですが、牛タン定食には様式が必ず定められておりまして、今言った麦ご飯、テールスープ、そして、まあ、牛タン焼きと、あと奥に、まあ、野菜のなんていうのかな、これは浅漬けというのかな、漬物と、それから青唐辛子とか、味噌漬け、まあ、そういったものが並ぶ、まあ、要するにここに並んでいるこの形式をもって牛タン定食ということになっています。テールスープというのはこういうもので、牛の尻尾を使ったスープ、ちょっととろみがかかっています。コラーゲンとかそういうのが豊富だとか書いてありましたね。この牛タン定食についてお店の方に私が知っていることを聞いてみました。牛タン焼きっていうのはもともと米軍の食べ残しが発祥が聞いた、本当なんですか。そうなんですよ、あそこの新聞見てください、教えていただいて、店の方も大変優しかったんですが、まあ、私がね聞いた話によると、アメリカ軍が戦後日本に進駐してきた時、仙台にも進駐したんですが、まあ、当時日本人の食べるものが少なかったので、米軍が食べずに残していた牛のベロとか尻尾とか、そういったものをどうにかして食べる方法はないかと考えた結果、牛タン焼きとテールスープというものが生まれた。そしてまた当時の栄養状態が貧しいだか、白米が少ないだか、そういった事情から、麦ご飯というものを主食として食べる。でさらに浅漬けも当時冷蔵庫がありませんでしたので、野菜は生のままよりはこのような漬けて、腐りにくくするという加工が必要であった。そういった時代の名残がそのまま受け継がれているという話を聞きました。まあ、一方ね、そんなに牛のベロとか尻尾とかが当時から大量にあったのかなっていう疑問もあるんですけども、お店の方に直接聞いてすっきりしましたね。それから他の事情として、牛タン焼きとかテールスープとか、こういったものは他のお店からなかなか真似されにくい、商売で、競合他社を生みにくい製品だということで、この町の助けさんでは考え売り始めたという面もあるそうです。もともと助けさんは焼き鳥とかそういうのを売ってたらしいんですけども、独創的な商品をいろいろ考えて売っても、まあ、調理が簡単なんですぐによその店に真似されてしまったらしいんですね。それを防ぐための牛タンということでした。今でもね、タン塩っていうのありますけど、このタン塩とは違うんですよ。これ近くの牛角ですけどね、タン塩っていうのは下処理をしてないんですが、牛タンはすごく工夫した塩漬けにした、もう厚切りの柔らかく食べやすいようにした下処理をする、それがね牛タン焼きを美味しく作るコツなんだそうです。あの助けさんの牛タンも厚切りめちゃくちゃ美味しいですからね、本当違いますよ、食べ応えがあるステーキみたい。これで近くのところ歩いてたんですが、笑いは免疫力、日本が沈没する、笑いましょう、花沢13日ピロキから、日本が沈没する、唐突に日本は沈没しました。
さて仙台駅に戻ってきましたけども、もうやることはありません。仙台に牛タンを食べに来たので、食べ終わったら帰ればいいわけです。この後お家に帰ってまた仕事があります。仙台駅の天井立派ですよね。新幹線は16時57分が一番早いやつでしたので、それの指定席を購入しました。発車の8分も前にホームに上がってきてしまいました。私にはかなり珍しいことです。いつも発車の2分前ぐらいに新幹線のホームに上がりますからね。さて仙台駅のコンコースでこんなものを売ってました。ずんだシェイクっていうのがあって、それにタピオカをトッピングしたんですけども、仙台駅でみんなこれ飲んでましたよ。やっぱみんなこういう変わったものが好きなんですね。仙台といえばずんだということで、地元の仙台市民もこういうのを飲んでました。味は、まあ、皆さんのご想像にお任せします。こんな感じですね。タピオカはね、どっちかというとコンビニとかのタピオカに近かったですかね。あのすごいもちーみたいな感じではなかった。やってきました。帰りの電車はやぶさ号、またもや320キロの最高速度で圧倒的な速さで私を東京へ送り返してくれます。ちなみにさっき言ったたすけさんなんですけど、私実はね、今回が2度目の来店だったんですね。1回目はいつかっていうと、最長往復切符でも私がお金なかった大学2年の時に、当時ですね、東北仙台に、おられたあの、ちょっと勝手に出場喋れないんですけども、天北さんという方、私があの世界一周した時に、イギリスで一緒に豪華列車に乗った方なんですが、その天北さんが、案内してくださったところでした。で当時私はその店のこととか牛タンの歴史とかあんまりよくは知らなかったんですけども、あなんかすごい立派な雰囲気のあるところで牛タン食べたなと、もそれで食べてきたんですよ。まあ、要はそういうことだったんですね。あなるほど、あの方はそれほどよくご存知だったのかと、私もね、あのそれで改めてその、もう3年ほど前になりますけどね、当時のことを思い出したものです。さて帰り新幹線ではもうお腹がいっぱいになりまして、やることもなくなったので、じゃあ寝ようとぐっすり眠ることにしました。いや本当によく眠りましたよ。自分の寝てる様子をちょっとだけ撮っとこうかなと思ったんですけど、本当にそのまま寝てしまいました。今の映像は90倍の速度で皆さんにご覧に入れています。起きると列車がもう間もなく大宮に着くという放送をしているところでした。しかしその後その放送を聞いたらまた眠ってしまいました。次に起きるともう終点の東京に着きますよということを言っていました。大変充実した旅行になりました。行き1時間30分仙台まで新幹線に乗って牛タンを食べて歴史に触れたら、帰りの新幹線でぐっすり眠って、そして東京に帰ってきました。これから夜ももう一仕事頑張ろうと思います。視聴者の皆さんもご視聴誠にありがとうございました。そしてまた味のたすけさん、皆さん親切にしてくださってありがとうございました。